はい、神さんです。今日はなんともうずいぶん前から作りたかったドナルドダックを作ってみたいと思います。ハンディタイプ、そうね、持てるよ。はい、じゃあね、頑張って作ってみましょう。もう20年ぐらい前からかな、作ってたんだけど、やっと YouTube で紹介できます。それではいきますね。まず8バルーンですね。8バルーン、ブルー、レッド、ペールブルー、ライトブルー、アンドイエロー、アンドホワイト、260G、アンドブラック、アンドホワイト、160G、アンドライオン、ラバー、ザ、ハードバルーンね、6インチズ。はい、行きましょう。これはね、ちょっとここに置いておいて、here、もう膨らましてます。まずね、フェイス。フェイスからいきましょう。ホワイト。ハードバルーン。ハードバルーン。This shape, like this. Like this. と一回膨らませてみるね。これね、結構ね、空気抜いて、抜いてからこれを結んで、プッシュすると、ちょっと変わった形になるんで、これを使います。はい、これとこれをフリーズタイ結びましょう。普通に結びます。はい、次はこれをね、1回ね、どのぐらいかな、10センチぐらい、4インチズ about twist and backで、次に next、 ペールブルー、ペールブルー here、 回してペールブルー、これをこの中に put in ペールブルー、between the white、 回す、入ったら、これを上にアップしましょう。で、ね、アップの前に、ちょっといろいろ、あのね、こう、いろいろこう行ったり来たりするんだけど、イエロー。ちょっと何回も作ったんだけどね、ちょっとね、こうやった方が簡単に作れるかなっていうやり方でやります。はい、アップ。And same length, twist and with white balloon is down.イエローバルーン、トゥギャザー、ウィス、イエロー、ツイスト。そうすると、ここはね、後ろがバックサイド、ワン、ツー、スリー、ホワイト、ツー、シクスティ、ジー、アンド、フロント、ワン、ツー、ライト、ブルー。5つの塊になります。で、これもいらないからカットします。これね、よいしょ。カットしましょう。片手結びをします。シングルハンドタイ&裏の白と白の間に入れます。こういう感じで、ライトブルー1,2、ホワイト1,2,3、 next イエローバルーン and smallloop and small loop and large loop、 3 loop、 please make this 3 loop、 small and ゆっくり push and same size round、 同じ丸を作って、最後にもう一つ、ここでちょっと大きめの丸を作ります。
ニューロランス、ブルー。でこれでイエローは終わりです。シングルハンドタイ、はい、これを後ろに入れてもいいです。そしたらこれを後ろにクリスタルに整えていきます。真ん中に来るようにします。はい、これでね、まあ後からやりましょう。次160G をここの間に入れて回して、これ間に入れてもいいよ。でこのライトブルーとの間にちょっとねじ込むような感じで入れて、これをこういう感じに and push your finger here で twist to and to back 後ろに行きます。そしたらね、僕がなんかもう20年前に作っとった時にやっぱり真ん中に160入れると雰囲気がグッと変わるんよね。だってそれをすごくもう25年ぐらい前からやっとって、今日やっとできるんですけど、まあ、たまたま作らなかっただけなんだけど。でこれはまあ後ろに回します。はい、隠しましょう。ただこういう感じになります。でこれはね、見える、シェイプがストレートラインだけど、これをちょっとこういう方向にグイッてやると、あの口のシェイプが出ます。こういう感じで、こういった方が僕は好きです。はい、だいぶできてきましたね。で次はこのもう上はもう済むんで、帽子のところですね。ハッ、ワンメイクピンチツイスト、リロピンチツイスト、エンを回します。回してちょっと余裕のあるようにして、きつくするのは良くないから、これを回します。もう一個作ってもいいよ、ピンチツイスト、どっちでもいい。アンドカット、and 空気を少し抜いて結ぶ、片手結び、シングルハンドタイで処理をします。そしたらこれをこう曲げると、まあふわっとするから、だいぶできてきましたね。で次はこれブルーをこの下に、まあ、くちばしに絡めてもいいし、こうやってつけます。つけたら手に持ちやすい大きさね、こういうループをメイクループ、ピックループで決めます。決めてこれをこの間に入れる、はい、入れました。で白をここでカットします。初めて白はフィニッシュですね。でここでもブルーもカットして、よいしょ、白と結ぶ、とで一個どうしようかな、白残しとこうかな、これでいいです。色を後ろに回す、こういう感じになりました。はい、ファイナリー and very small beauty twist and two small loop one loop and two loop please make a ribbon リボンを作ります。レッドリボンで空気を抜いて片手で結ぶ。片手結びは初心者のところで見てね。はい、これをカットします。そしたらリボンができます。よいしょ、おー、もう一回、よいしょ、うん、はい、リボンができたんで、これをここにつきます。そのためにこのホワイトを残しておきました。リボンを当ててホワイトを後ろから持ってくる、でこれを引っ張ります。適当、
聞けばいいです。はい。自由だからね。もう順番なんかどうでもいい、はっきり言って。できればいいんです。みんなのやり方で作りましょう。カメさんはマシュマロのこだわるの好きじゃないから。なんかね、どっち回したとかね、あっち回したとかね、回し方が違うとかって言ってくる人がおるんよ。いいんです。そんなこと言って言わんでいいと思うし、要は子供が喜ぶことを僕らはやってるんで、そういうところのね、ブレっていうか軸はね、やっぱりね、良くないよ。あんまり人に言うのは。自分の中で閉じ込めてください、そういう人はね。ごめんね、愚痴って。でもそれ本音だから、カネさんの。作り方は自由です。でね、好きな形で好きなスタイルで体も作ってもいいし、いいと思うの。で、最後に目を描きます。でないと面白くないじゃん。ねえ。と思うんだけどね。僕は、そう思います。認め合いながらやればいいと思う。楽しんで。うん。まあ、カヌさんとはね、なんか、面白くない人がおるみたいで、ちゃちゃ入れてくれる人がいるんですよ。でもね、僕はあんまり気にしないよ、そういう人。ほんまに。だって、どうでもいいもん、そんなこと。子供のために良くない、はっきり言って。そういう人はね、誰にかかってほしくないね、はっきり言って。じゃあ、悪いですね。子供が喜ぶことを自分で続けたらいいと思う。ね。はい。できたよ。こんな感じかな。ちょっと上あった方がいいかな。難しいよね。真ん中があるとまあ余計難しいんだけど、でも可愛いと思うよ。基本の繰り返しなんで、頑張って作ってみてください。また色もね、いろいろ色も試したんです。くちばしがオレンジだったりする昔のデザインもあるんだけど、やっぱり黄色がメリハリがついていいかなと思います。はい、今日はドナルドを作りました。みんな楽しんで作ってあげてね。今コロナで大変だけど、子供を喜ぶってことに関しては、いつの時代もやっぱり子供は純粋だし、僕も学ぶこといっぱいあるし、子供喜ぶ顔見たいし、未来があるからね、彼らはね。うん。だから、一緒に練習をして、そしてできるようになって、で、プレゼントしてあげてください。いろんな形でね、いいと思います。はい。それでは、また、あげていきたいと思うので、よかったら、ドナルドちゃん作ってね。はい。See you again! じゃあねー。またあげます。バイバイ。